クリックとは1990年代半ばの WWF のバックステージでのプロレスラーたちのグループの名称。このグループはブッキング上で大きな力を持ち、グループ以外の人間に構成ではなかったと一部では言われている。グループのメンバーはショーン・マイケルズ、ケビン・ナッシュ、スコット・ホール、ショーン・ウォルトマン、そしてポール・レベックであった。 1996年5月19日、マディソンスクエアガーデンでのハウスショーで起こったカーテンコールと呼ばれるリング上のキャラクター破りの事件で知られている。この事件は次に続く WWF のストーリーラインの展開に大きな影響を与えた。また、クリックは WWF の D ジェネレーション X、WCW の O という プロレス史に残る2大ヒールユニットのきっかけにもなった。クリックとは、実生活での友人であったショーン・マイケルズ、ケビン・ラッシュ、スコット・ホール、ショーン・ウォルトマン、ポール・レベックの5人で構成された。1995年までには、彼らは WWF 内部でブッキング上大きな力を持つようになっていた。ジャスティン・クレディブルも、また彼らの親友で、 時々メンバーの一員に加えられた。マイケルズによると、クリックという名前はもともと、レックスルガーが付けたもので、バックステージでの5人の仲間の親密さから付けられた。ビンスルッソーの提案で、マイケルズは彼のファンをクリックと呼び始めたが、彼はこのアイデアを嫌い、ファンの間ではそれほど流行らなかったという。1995年10月、クリックは PPV シリーズ。 イン・ユア・ハウス4における WWF ・インターコンチネンタル王座戦でシェーン・ダグラスをマイケルズに勝たせる決定に不満を持った。しかし彼らは最終的にマイケルズが本当に負けたと見えないように負傷による王座返上でダグラスにタイトルを明け渡すことに決定した。ダグラスは不戦勝で死害し王者となったが同日にクリックのメンバーである スコット・ホールに敗れて王座から陥落。ダグラスはこの出来事で激怒し、会社を訴えると脅して、ライバル団体の ECW へと移籍した。すぐ後に、ジャンピエール・ラフィットを巻き込んだ、別の事件が、モントリオールの工業で起こった。ラフィットは、モントリオールが地元であったために、当時の WWF 世界王者ケビン・ナッシュとの、対戦で勝つブックを与えられた。しかし試合の直前になって、 ラフィットはバックステージでナッシュを負けさせてはいけないというマイケルズの議論に取り込まれた。両者の試合は両者リングアウトで終わった。ラフィットはその後すぐ WWF を離れた。噂とは正反対にビンスマクマホンはラフィットを解雇しなかったとマイケルズは主張している。クリックについて語られることで最も多いのがカーテンコール事件である。 1996年5月19日、MSG での興行で、ウォルトマンを除くクリックのメンバー全員が関わった。この事件当時、ホールとナッシュは WWF を離れて、ライバル団体の WCW に移籍することが決まっていた。この日のメインイベントで、ベビーフェイスのマイケルズは、ヒールのナッシュとの刑事マッチを戦った。試合が終わるとすぐに、 リングに上がったホールはマイケルズを抱擁した。ここまでは両者ともにベビーフェイスであったため問題がなかった。しかしその後、マイケルズはリング上に横たわっていたナッシュにキスし、アンダーカードでヒールとして試合をしたレベックもリングにやってきて、マイケルズやホールとハグを交わした。最終的には、破れてマットに倒れていたナッシュも加わり、4人で観客に向けて、 カーテンコールを行った。彼らのカーテンコールの行動は当時ベビーフェイスとヒールの関係は現実のもので彼らはリングの外においても友人ではないという幻想を維持したいと考えていた WWF 首脳陣を憤慨させた。さらに WWF 経営陣はこの興行をカメラで撮影していたファンがいたことを予期していなかった。この撮影テープは 翌年の1997年10月6日のローイズ・ウォーでマイケルズとヘルムスリーがビンス・マク・マホンを怒らせる意図でストーリーライン上で使用された。マイケルズは当時 WWF 王者で団体のトップスターの一人であったために罰せられなかった。ホールとナッシュはすぐに WCW に去ったため残ったレベック一人だけに罰が下され。 メインイベントのタイトルマッチを外されて前座の試合でジョバー役を回されるようになった。しかし彼はこの5ヶ月後には WWFIC 王座を手に入れる。彼がアンダーカードに回されたことは WWF の将来に大きなインパクトを持つものに変わった。レベックは当初1996年夏の高トーナメントの決勝戦にブックされていたが、 この事件を受けて彼のポジションはスティーブ・オースチンに変わった。最終的にこのタイトルをオースチンが勝ち取り、この時に生まれたオースティン3時16分というフレーズと共にオースチンの快進撃が始まり、最終的に WCW とのマンデーナイト・オーズでの勝利に組みすることとなった。ショーン・ウォルトマンは無王と、 d ジェネレーション X の両方に属したホールとナッシュが WCW に移籍した後、二人はハルク・ホーガンと共にムウォを結成。遅れてウォルトマンも WCW に移籍し、やはりムウォに加入した。多くのファンはケビン・ナッシュが WCW でもブッキングで勢力を持ち、自分の価値を上げようとしているのではないかと疑惑を持った。その疑惑は、 連勝中のゴールドバーグに勝利して、WCW 王座を奪ったこと、そして、フィンガーポーク・オブ・ドゥームの事件でさらに深まる。しかし、ナッシュ自身は、WCW において、これらの事件に関わるほどブッキングの力は、当時持っていなかったと主張している。一方、レベックとマイケルズは、チャイナ、ディックルードと共に、WWF で D ・ジェネレーション X を結成。 あとの1998年に、ショーン・ウォルトマンは WWF に復帰し、X パックと名乗って、デラックスに加入した。無王の手のサインウルフヘッドは、もともと WWF のクリックのメンバー内で、使われていたものを、ホールとナッシュが無王に取り入れた。結成から20年近く経過しているが、現在も彼らの親友の関係は続いており、2011年。 マイケルズの WWE 電動入り式典には、療養中のホールを除くメンバーが集結。そのホールも WWE がリハビリのサポートを行っており、体調も徐々に回復すると2014年には WWE 電動入りを果たした。また、ウォルトマンは WWE タレント総括に就任したレベックの命を受けて、各地のインディー団体に転戦しながら人材の発掘。 推薦を行っている。ありがとうございます。